古代ローマのトイレの遺跡古代ローマの衛生サービスの提供状態は他の古代都市と比べて高度に進んでおり、ローマ住民に水道を及び衛生サービスが提供されていた。反面、特に64年のローマの大火災以前は人口増加も相まって害して不潔だった。都市に正常な水を供給するために古代ローマ時代に建設された水道設備であり、 その一部は現代でも現役で使用可能なほど成功な作りだった。ローマには一部区画で黒赤巻島が整備されていた。一世紀においてはローマの下水道システムは最も効率的なものであった。ガイウスプリニウスセクンデスの博物誌ではローマ人が達成したすべてを記載しているが、その中で下水道はすべての中で最も注目すべき事柄と記されている。 一般的に貧しい住民は下水道において空のポットを使用したり、公衆トイレを訪れたりした。ローマの公衆トイレの歴史は紀元前2世紀に遡る。鍵穴型の開口部を備えた長い椅子のような便座であり、プライバシーはほとんどなく意図的であろうとなかろうと、そこは社交場場所になった。 いくつかのトイレは無料であるが、他のトイレは少額の料金がかかった。ザイラスプンジーム下水道、公衆トイレ、浴場などの衛生設備の整備が行われてはいたが、病気は依然として蔓延していた。まず、下水道網は、ローマの全区域をカバーするものではなく、ほとんどの住居は、街路の排水口や下水道に接続されてはいなかった。さらに、 いくつかのアパートの1階にはトイレと噴水が設置されていることもあった。しかし、上層階の住民が噴尿を含めてゴミを道路に投棄することは禁止されてはいなかった。ローマには街路における清掃サービスは存在しなかったので、近隣住民らは病気に悩まされていた。公衆浴場はローマの偉大な衛星を象徴するものとして知られている。風呂は ローマ人の体臭を改善したかもしれないが、しかしながら病気の蔓延を促した。医師は一般的に患者に風呂を処方したので、健康者と病人が一緒に入浴することがあった。病人は一般的に健康者を避けるために午後、または夜に入浴を希望したのだが、風呂は絶えず清掃されていはいなかった。これは翌日に入浴する健康者が、 前日に入浴した病人から病気を感染させられる可能性があることを意味した。トイレは風呂、呂洋裁、コロッセオなどの多くの場所で発見されている。ローマ人は、ザイラスプンジームと名付けられたスティックの海面で瓶を拭き取っていた。これはトイレを使用しているすべての人々によって共有された。海面の清掃は、彼らは単にバケツで水と塩、または 巣で洗うだけであった。これは、バクテリアの繁殖地となり、トイレからの病気伝染を引き起こした。ありがとうございます。